良猫は警戒心が強く人に近寄らないことが多いのですが、中には人に慣れている猫もいます。通常外で暮らす野良猫の子供は母猫から野良猫としての生き方を教育されます。その母猫が人に飼われていた猫でも、野良生活をしている間に人間から冷たい仕打ちをされて人間を危惧視するようになります。そんな母猫に育てられた子猫は、人間は怖いと思いながら成長していきます。しかし野良猫でも人慣れしている猫も少なくありません。そのような猫は野良になって日が浅い猫だったり、野良での暮らしの中でも人間に優しくされているのかもしれません。そこで今回は保護された野良猫の話を2つお伝えします。野良猫は過酷な環境の中で暮らしています。保護されることによって運命は大きく変わるでしょう。しかも兄弟や我が子と別れることなく一緒にいることができたなら、それは一番の幸せなのかもしれません。ある日のことです。カナダ・モントリオールの猫の保護活動のボランティアをしているミレナさんは、動物病院を出てから別のボランティアに会いに行くところでした。近道をするためにいつもとは違う道を通りました。路地を歩いていると茂みから視線を感じました。見てみると、そこには生後7ヶ月くらいのグレーの猫がミレナさんの方を不思議そうに見つめていました。ミレナさんは立ち止まり、小さな猫に静かな声で呼びかけました。すると猫はすぐに駆け寄ってきました。猫のお腹は大きく、妊娠しているようでした。ミレナさんはたまたま持っていた缶詰のご飯をあげました。その人懐っこい野良猫はご飯に飛びついてガツガツ食べました。途中で猫はニャーニャーと鳴き始め、ミレナさんはきっと喜んでいるのだろうと思いましたが、突然別の猫が後ろからやってきたのです。姿を現したのは黒と白の猫。それはまるでグレーの猫が一緒にご飯を食べようと合図したかのようでした。ミレナさんは驚きましたが、ちょうどいいタイミングでこの猫たちに出会えてよかったと思いました。その時偶然キャリーを持っていたので2匹を運ぶことができたのです。2匹ともとても人懐っこい猫でした。ご飯を食べて満腹になった猫たちは、まるで野良猫生活を捨てようとしているかのように人間にスリスリしました。別のボランティアの助けも借りて、無事にこの2匹の子猫を保護することができました。レスキューのセリーヌさんは、2匹は1歳未満でおそらく姉妹です。マイクロチップは入っていませんでした。名前はグレーの子をフレア、黒白の子をケイシャと名付けましたと報告しています。保護されて間もなくフレアは4匹の赤ちゃんを出産しました。しかしボランティアたちは最善の努力をしましたが、悲しいことに子猫たちは生き延びることができませんでした。その後フレアとケイシャは里親の家に移り、室内猫としての生活を始めました。ケイシャは常にフレアを気遣い安心させようとしています。とても強い絆で結ばれた2匹、お互いに寄り添いながらいつも一緒に過ごしています。不妊手術を受けた後、首にコーンが取り付けられました。それでもフレアはケイシャに寄りかかろうとしていました。コーンがぶつかり合いながらも窓際で外を眺めています。フレアとケイシャは保護から3ヶ月で本当に元気になりました。いたずらの共犯者で絶えず次の計画を企んでいます。ケイシャはとても活動的で好奇心が強いトラブルメーカーで、フレアは優しくて穏やかな性格、完璧なペアなのです。ケイシャは怖いもの知らずでキャットタワーに登るのが大好きです。たまに怒ったような鳴き声を出すことがあります。一方のフレアはゆったりとしていて、愛情を求めて体を寄せ合ったり、人に頭をこすりつけたりするのが好きですとセリーヌさんは話しています。二人は常にお互いの視界の中にいます。
片方が何かをしようと立ち上がると、すぐにもう一匹が走ってきて加わります。一歳になったフレアとケイシャ。立派に成長した二人は、新しい飼い主が決まる日を心待ちにしています。素敵な飼い主さんと巡り会えるといいですね。また、何年もの間、外で暮らしてきた野良猫が、7匹の子猫と共に保護されました。我が子を育てるのを手伝ってもらえることになり、母猫は感謝しながら幸せな毎日を過ごしているのです。フロリダ州ウェリントンの馬の飼育場で、以前からある一匹の猫が目撃されていました。従業員のマキシモさんが世話を始め、間もなく猫が妊娠していることに気づきました。マキシモさんは出産のためにタオルを入れた洗濯かごを用意しました。すると無事に7匹の子猫が生まれました。マキシモさんは猫たちにより良い環境を与えたいと思い、レスキューの創設者であるカーメン・ワインバーグさんに連絡を取りました。母猫は数年間その地域に住んでいて、これは2回目の出産だったそうです。カーメンさんは8匹の猫の家族を確認するために現場へ向かいました。到着すると、そこには人懐っこい母猫と遠慮なく要求してくる子猫の兄弟がいました。寒くなりそうだったので様子を見に行きました。子猫たちはとてもお腹を空かせていたようです。母猫は我が子を育てるのを手伝ってもらえると分かり、きっとほっとしたでしょう。と、カーメンさんはその時のことを振り返りました。カーメンさんはレスキューの協力を得て、里親ボランティアを見つけることができました。こうして猫の親子はついに外での生活を終えることになりました。母猫もとても空腹だったので、缶詰のご飯をガツガツ食べました。子猫たちも走って食べに来ました。と、カーメンさん。子猫たちは少し痩せていましたが、すぐにウェットフードに飛び込んで食べ始めたので、それはとてもいい兆候でした。母猫はやっとリラックスし、綺麗な床に横たわりました。お腹を空かせた7匹の子猫たちに、ご飯をもらえたことに感謝しているようです。その後、里親ボランティアのランディさんと暮らすことになった猫の親子。ランディさんはたくさんの食べ物、毛布、おもちゃ、そして子猫たちが格闘するための段ボール箱を置いた部屋を用意しました。これからは安心して室内猫としてたっぷり甘えて過ごすことができます。子猫たちも走り回る場所があってとても楽しそうに過ごしています。子猫たちにはまだまだ学ぶことがたくさんあります。母猫に見守られながら猫のスキルを磨きながら遊んでいます。8匹の家族はこれから子猫たちが十分に大きくなった後、母猫と共に不妊手術を受け、レスキューを通して飼い主を募集するそうです。みんなお腹いっぱいご飯を食べ、愛情をたっぷり注いでもらいながら室内での生活を満喫しています。親子揃って保護されて本当に良かったですね。このように人間に助けられた猫の運命は大きく変わるのですね。過酷な環境下の中で暮らす野良猫の寿命はとても短く、3年から4年で長くても5年ほどだと言われています。一方、飼い猫の寿命は10年から15年と言われていますが、近年では20年を超える猫も多くなりました。同じ猫なのに置かれた環境によってこんなにも寿命が違うのです。まずは不幸な猫を増やさないためにも家族として迎えたら最後まで責任を持って世話をしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。